ようやくだ。誰なんですか、あの女。犀原茜だよ。いいか、あの人には関わるな。ドライブスルー。確かにドライブスルーは斬新だとは思います。画期的だろ。絶望的だよ。運転しながらラーメンなんて食えるかよ。本気で殴るのやめてもらえますか。役者とヤクザは一文字違いだな。あいつからヤクザになった。はい、すいません、調子乗ってました。ちょっとゲームしようか。ロシアンルーレット。おい、玉倉や。4発。バカ野郎、なんで4発なんだよ。1、2、3、4、5、5発なのか。すいません。いいよ4発で。熊倉さん、相沢ってチンピラに半殺しにされてな。熊倉さんを半殺しにしたチンピラってもう海の底なんすかね。ようやくここまで来た。念願の俺のラーメン屋。思えばあの女に金を借りた。それが地獄の始まりだった。相沢最強。追い込まれた俺は金欲しさにうっかりヤクザを半殺しにして、生命保険をかけられてトラックにダイブした。おい、ぼーっとしてないでラーメン作れや。お客さん待たせて。久しぶりだな、相沢。相沢伝説第2章、突然のフィニッシュ。はい。あ、はい。ここラーメン屋だろ、何するか分かってるよな。土下座？ラーメン作ってて！できました。なんて、なんて汚い食べ方なんだ。相沢、てめえのラーメン。ママ食えじゃん！え？今うまいって言った？あの犀原茜が俺を認めた？どうも、ありがとう。これ水道水？浄水器使ってますけど。エーサルしたかバカだったのかい！相沢はまた来るわ。もう来ないで。ラーメン大盛りです。これどうやって持つの？すいません、エンジン止められます？責任者誰ですか？大盛況だな。大失敗だよ。1000円足りない。ごめんなさい、あの今持ち合わせがなくて、すみません。どうしよう。おい、あの女にしゃくってもらえ。はい。いい女と思ってんだろ。あの女風俗で働いてんだよ。優しいんですね。え？小さい頃から勉強はできた。東大を出て大企業に就職し、長年貢献してきた。なのになんだこの虚しさは。もっと私は特別な何者かになれたはずなんだ。何ですかこれ？アイドルグループのライブチケット。俺はここにジャスミン茶を置いたの。何時何分に置いているんだな。何小学生みたいなこと言ってんですか。俺のお茶が一番だってのは明白な事実なんですけど。こいつら義務教育はちゃんと終了したのかな。ズケーン。この先ずっとフリーだ。止められないんだフリー。縛られないさフリーダム、フリーダム、イエー。ダンディーですね、モテそう。無業。おっぱい分ぐらいは払っておくか。粗品ですが。ダンディー田中さん大好き。ん？うっかり8万も投げ銭してしまった。今月飲みにも行けないじゃないか。これ以上の出費はさすがに妻に問いただされる。久しぶりだね田中さん。お元気そうだよ。どうも。10万円でいいの？はい。私アイドルだよ、楽勝だって。じゃまたね。なんか犀原さん、今日いつにも増して機嫌悪くないですか？この後よ、ちょっと面倒な会合に呼ばれちまってるからな。因縁がある相手。ああ、半田ってヤクザがいてな。さすがだな久山。ああ、俺ら今なかなか動けなくてな。久山って人誰なんですか？うん、タンうめえな。タンもっと食いてえな。妹は
何普通に食っちゃってんの。すいません。よし、ウモトの下食うか。ウモトのターン、ウモタン。ウモタン、ウモタン。あれ、犀原久々だね。貴様。何あれ。うちにはな、秘密兵器がいるんだよ。潰れんのはお前の店だ。短期決戦と行こうじゃないか、相沢さんよ。弱音吐いてなって。すいません。なんでそんなこと知ってんすか。相談する相手間違ってんだろうが。誰かに背中押してほしかったんだよ。お前さ、あの人に背中押されて俺がどうなったか覚えてるよな。今は一応親身になってくれてんじゃん。お前さ、一回辞書で親身って意味調べてみろや。ちょっと重たいんだろ。この状況は俺をまたやる気か。来た。一緒にカウントダウンしようか。これダメだ。デジャビさあ、これは終わった。2、1、はい。相沢、不慮の事故って怖いよな。あの豚何？田舎の族のヘッドを張ってた豚塚ですね。あれで出しとんのかよ。 GQG のエース、地下の衣装から。無理しないでね。16万円。大丈夫？相談に乗るけど。はい、どうも。一身上の都合によりファンを続けることができなくなりました。でもこれからもずっと応援しています。希望をありがとうございました。もうジャンプしねえよ。え、一週間後に100万円返せ。無茶言わないでよ。無茶言わないで気になって。どうやってごめんした。必死で。あいつの地獄はこれからだ。あいつを助けたやつにもこれから地獄が待ってるかもな。援助交際と思われても仕方ないですね。ちょっと待ってくれ、誤解なんだよ。私は本当にやましいことしていない。失礼します、お客様。そういうことはちょっと。30万円、私に支払ってくれれば依頼者には嘘の報告をしてもいい。闇金は泥沼だ。一刻も早く全額返済しよう。でもこれ以上口座から金を引き出したくない。身を削られる恐怖を感じる。全ての元凶は。ハセムのとこに肉まむしがいるから今回は中止にしろと。とにかくヤバいやつでして、昨日もコンビニの前でたまらしてるバカの目に爪楊枝突き刺したらしいです。面白いやつだな。はい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 。桜井友香なんですけど、不動産の人間が弁護士を呼ぶって騒いでるらしいです。債務者に肩入れして地獄みんなてめえだぞ。せいぜい気をつけない。これから強くなればいいんじゃないですか。お前ら男と会ってたな。まるで家族みたいだったよ。一平の父親は俺だ。もしもし、助けて。やめろ。やめろ。何事だ。どうしよう、ビビって足が震えてる。強い人を演じよう。俺が知ってる一番強い人。てめえこそなんだよ。俺さ、やれるもんならやってみるよ。痛い痛い。何やってんだ俺。ドラマでこういうシーン見たことあるけど、リアルはすっげえ痛い。痛い。でもここで話したらいつもの俺なんだ。いつも嫌なことから逃げてきた俺だ。変わらなきゃ。いつまで逃げらせてんだよ。手を殺すんだぜ。どうだった？痛い。あ、強く見えましたよ。お金以外の何かを渡していたみたいなんですか。離せほっとけ。こいつだけで熊倉が釜石を殺したの。爪やめんだよ、虎のもんよ。申し訳ございません。仕方ないな。
てめえに任せ。好きにやってくれ。待ちくたびれましたよ。お父さんいくつだ？やっと遊べるな、犀原茜。